じゃーん、こんにちは。こんにちは。始まりました。イエーイ。今日はね、突撃、突撃、突撃、サプライズでございます。はい、サプライズのマヤとマユとリナとマユカでお届けいたします。イエーイ。初めてユニットライブ、うん、確かにね。お、出てます。あ、そうか、こんばんはだね。そうじゃん、もう8時だ。皆さん、ご飯食べましたか？私たちの今日のご飯はですね、カレーうどんでした。最高。あとなんか明太子のポテト、あれすごく美味しかった。うん、めっちゃ食べた。はい、はい、こんばんはです。スイリー好きです。マジ世界なんだか。でも本当最近の世界がね。私もカレーだった。おー、すごい。運命感じるってやつですね。うん、あとでスクショタイムしようよ。あ、いいね、うん、せっかくだし。イエース。皆さん、あの昨日でね、うん、私たちのクラップクラップの個人のね、うん、ジャケット撮影写真がね、公開されたと思うんですけど、どうでしたかね。はい、どうでしたか。私たちもね、12時になってようやく見るじゃん、私たちがね、初めて。こちらになります。わー、結構カラフルだね、こう、結構合わせてみるとね、うん、いや、いいじゃない、みんな、可愛いじゃない。また違う感じで、私は結構好きですよ、うん、笑ってない。笑ってないよ、20が笑ってない、これ激レアだよ。激レア商品となっております。そうでございますよ。自動的に動く、自動的に動く。3人のユニット名知りたい。確かに。何なんか変な3人、うん、変な3人。うんとか言ったけど一緒かな。うん、違う、なんかさ、こういう3人の組み合わせなかった。珍しいもんね、うん、珍しい。何がいいと思いますか、皆さん。いや、募集しようじゃん。いいね、募集中。こっちまで、こっちまで、でっかいのあげるせやん。はい、イエース。ヤドラクラッククラッキラーホイソーカッキレージティヤンクラッカークラッカー。はい。はい、3人は20がかっこいい方が好き、かわいい方が好き。どっち。じゃあマイカが、でも意外、私は絶対かっこいいって、でもね、なんだろうな、そう、ね、どっちもできるよね、そう、どっちも好きで、新しい感じもすごい好き、うん、こういうかっこいい感じがね。確かに、うん、今では思います。でも私もかっこいい20代意外と好きで、うんうんうん、新鮮やね、うん、なんか、うん、あれじゃない、でも、うん、踊ってて楽しいのは楽しいタイプ。だって笑ってるからさ。確かに。そういうことやね。は楽しいけど、うん、確かに雰囲気はこっちの方が好き。うん、確かに。写真撮るのがさ、うん、今回無表情だけどさ、なんかさ、そういう感じだったから。かっこいいもんね。さ、初めてだった。だからこれでいいのかな感が半端ない。ね、確かに。毎回毎回、嘘じゅせよって言われるから。確かに。あ、嘘じゅせよって言われるから。歩けよ。ね。難しかった、ちょっと。ね。え、なんか笑っちゃうんだもん。途中で笑っちゃうの。これやってる間に。確かに。なんかね、なっちゃいました。マスリー、低音の3人とも間がつく。低音の3人、低音3人もね、高音がいけない3人。でも意外といけんのよ、ゆうたち2人。最近マイク高音で、マイクすごい、マイク結構伸びてきてるよ、高音卒業して。私一番持ち帰れるから。逆にな、最近高音がこうやるやんか、うん、低音が出ないの。あ、言ってたね。本当に出へんくなった。いいことじゃん。まあいいことだよ、うん、私も出したいよ、ね、だけど出たいなことないよ、ね、ニノみたいに ね出る振りだけはできるけど。出ないよ、そうなんだよ。そう、さっきさ、3匹の小豚って。いいじゃん、3匹の小豚。3匹の小豚ちょっと気に入ったよ、3匹の小豚。ちょっと可愛いよ。他
のメンバーは何してるの、他のメンバーは何してるんだろう ね、 今ね見てるんじゃない、見ててほしい、ね、見ててほしい、メンバー見てるかい、メンバー見てるかい、しっかり見るんだぞ、あとで質問攻めするよあの時私なんて言ったでしょうか、そうだよはいはいはい、ない昨日まゆかちゃんが夢に出てきて風船で遊んでました風船かわいいじゃん、何してたんだろううん、3匹のバリマ、おねセッターコムセを一個四セコンコンがよ一個よ、あにえよちょ品席、あら品席、あら、うん、裏切り今日は練習してましたね、うん、そうちね、うん、確かにこの3人黒好きな3人だからね、黒しか着ない、たまたま今来たらね、うん、全員黒だった、黒か黒か白や、うん、うん、そうやな、かぐれか、うん、あのなんていうの、おっぱん、なんていうの、そのへお、服の部屋、服の部屋どうせ行こう、なにおっぱん、服の部屋直訳しすぎクローゼット、黒か白かぐらいしかない、絶対そう、それ、うん、せーの、そうなんよね、クロス、さあ、今ミーとこうやんか、うん、ミーとのおっぱんでさ、ミーすごいよね、こっちも、もう分かりやすいね、うん、パステルカラー白系、うん、ミー、うん、黒みたいなめっちゃ分かりやすい、リオもそう、あ、確かにリオとかは結構ね、わーって確かにしてる、学生時代一番苦手だった科目教えてほしい全部だな、全部だな、うん、そうだな、体育苦手だったな、音楽、音楽以外の全部です、うん、音楽うまいよね、音楽うまいよね、音楽はできた、そうだね、そうどうやって下の歯だけで笑ってほしいってどういう話でしょうか練習すな、ちゃ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 、いやもうここはここはとても見えない、あかんかん、やめてください、うん、いやなんかまあ多いね、いっぱいあって、うん、リマちゃん青髪エフェクトみたいだよね、あ、青髪エフェクト、うん、保つの大変なんだよね、だいぶ大変ですけれども、えでもすごい最近保ってるよね、うん、え、すごいよな、え、すごいよね、え、結構褒めていただいてる、一番最初とかさ、だって3日ぐらいで緑だって、うん、そうだよ、うん、だけども最近頑張ってる、うん、あの色も好きやったけど、うん、何を可愛かった、マイコも保ってる、え、マイコも保ってる、最近逆に頑張ってピンク、あの、あれで洗ってる、冷たい冷たい水で洗ってるよミルクとか、ね、ミルクで洗ってる、冷たいムル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 もうダメじゃん、もうグタグタ冷たい水で洗ってる、意外と良くない冷たい水、うん、え、よ、良いか、いや夏は、寒すぎてこれで冷たい、え、冷たい水で洗ってから体洗うときにさ、熱くするじゃん、もう熱いから熱くまないもん、うん、やけどしそうになっちゃう、わーってなる、すごいいい感じって言うのと思ったら違う意見、全然違う、お風呂入りたい、入ってもろて、え、TMI TMI お願いします、今日の TMI は、TMI って意外とね、あのなんかどうでもいいことを探すからさ、うん、そうそうそう、ね、意外と結構難しいよね、うん、TMI 今日の TMI は、うん、いちごスムージーを飲みました、お超 TMI, TMI 今日の TMI はまだお水を1回も飲んでない、え忘れてた、え、飲んでない、飲んでない、そう忘れちゃうんだよね、今日のダンスレッスンレッスン今日のダンスレッスン今日のダンスレッスン1回も飲んでないかも、いや、そうでしょ、私飲んでないわ、そうでしょ、うん、だから今日は水分を得てない、カレー以外、だからこんなに腹がカピカピするの、あらま、時期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 やだやだTMI は、え、TMI、うん、え、なんだろう、最近スポーツドリンクが好き、スポーツドリンク美味しいよね、確かに、ね、飲んでるよね、うん、夏ね、もう夏なんだよね、意外と、ね、もう暑いよね、最近、じゃあ昨日さ、5時、5時になったらさ、うん、太陽が出てきたの、え、わかりいただけ、朝ね、朝ねそう、太陽が出てきたわけ、主語入れてそう、びっくりした、確かにね、そう、
朝の5時に太陽出てきて、はい、うん、出てきた、日沈むのも遅いし、そう、めっちゃ遅い、だ7時くらいになってもまだ太陽いるくない、カレーって水分なのよ、カレーで水分取ったから、まあ一応液体、うん、一応カレーを取るからね、うん、他のメンバーもライブしますかね、しますしますんじゃないですか、しますんじゃないですか、しますんじゃないですか、次は誰か当ててみてください、ね、そうだね、私たちも分かんない、私たちも唐突のメンバーだった、しますん、はい、しますん、はい、日が長く、日が長くなったよねって、クジラのものまねしてクジラのものまねって何、おーですか、うん、京都組ライブ待っとる、あ確かに超うるさそう、うん、マジで絶対やばい、多分誰もがまとめらへんからさ、マイク必要、ダメだわマイクだったら、どうも逆に、うん、そうだよ、何の共通点は何かある、うん、何だろう、何だろう、黒が好き、黒が好きいや、私の手元にあるものは何ですか、あ、こちら、あのクラップクラップでございます、そうですね、チェックしてますね、はい、ブリーチしてますか、してます超 TMI してますしてます、めちゃめちゃ TMI、 はい、手振ってイエーイイエーイこのライブゆるすぎ、うん、いやでもゆるライブがいい、そうよね、今までがな、うん、あれやったから、うんうん、カラオケライブして、うわー、それボーカルラインとさ、ね、あーね、うん、いいね、3人でラブして、ラブしていいじゃないの、おうん、ネタバレください、ネタバレください、無理です、いやちょっと無理です、無理で す, 理です、私たち意外と真面目なんで意外と真面目なんで意外と真面目なので、うん、そういうことはしないです、マイカちゃん髪色何色ですか、何色、ピンクですかね、ピンクですよ、でもちょっとオレンジっぽいよね、上がね、でも下ピンク、下ピンクですよ、私下がここだけ見せる、うん、ここだけ、うん、ここピンクです、なんか鮭みたいな持ち方してる、鮭鮭です、ピンクです、サーモンピンク、うん、めっちゃ可愛い、うん、ありがとう、やっぱ派手髪似合いますね、うん、派手髪久しぶりですね、派手髪ね、派手髪ね、二重チェゴやって、いにゃん、関西来た、関西来た、関西来てください、イベントで、いや、行きたい、行きたいですね、何行きたいの、シャケピン、シャケピン、何シャケピンって、だからシャケのピンク色やからシャケピン、シャケピン、これ、なんかシャケピン、シャケ食べたくない、これ日本に行くとあのお弁当とかシャケ出てくるんですよ、よく、うん、それが恋しい、鮭お弁当取り合いだもんね、うん、うん、でも鮭お弁当への愛はマジでミーヒが一番やばい、もうなんか鮭の皮だから、鮭、鮭とサバ、鮭、あ、鮭、うん、うん、最近食べた韓国料理は、うん、昨日何か食べたっけな、ラーメン、ラーメン、ラーメンも残して、あとあれ食べた、あのゆうたち食べた、あの肉、あ、サムギョプサル、サムギョプサル、サムギョプサルも残したよ、ラーメンマニーマニーマニーもごしたや、ちんちょまにもごした、ちんちょまにもごした、ラーメン最近どうね、ラーメンやばい、ほんまに最近ラーメンの美味しさに気づいた、いやそうだよ、みんなみんなみんなだんだん行って今携帯にラーメンついてる、あ、そう、確かに今ね、携帯の後ろにあのこう、あのあのこうガチャってなるやつにラーメンついてます、ガチャってなるそういえばバブルで言ったんだよね、何かついてます、でもまだラーメンとは言ってない、おー、ラーメンです、ついに公開しました、はい、うん、はい、虹の向こうへ歌って、虹の向こうへ、うん、いつもいつも楽しまなくちゃ元気になるプレイでシャフルしてお気に入り、ちょっと聞いたなんでこういうの求めたの、こういうの求めたあのね、多分これじゃなかったHello, are you having fun?
前なんかそれぞれくない移りよすぎないスパイ OK でこの後どうするまで時間早いし Alright 低い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 もうやめよう声やるよ、うん、はいはいごめんなさい低くて暑くなってきたよ暑いねわかる、うん、面白いなんかあれしようよ質問タイムしようあいいよいいよじゃあ質問募集質問しますこちらまで、うん、どうぞどうぞ書いてくださいはいうーんお互いの第一印象は何ですかってじゃあマイクからマラはちょっと仲良くなりづらそうと大事ですすごい、うん、あのスッてしてる大人女性、うんうんうん、本当に、うん綺麗な、うん、こういう感じだったよ、うん、イメージで、うん、私とリクとみんながほんまにじゃほんまに子供みたいな、ね、マジでペッてたから、うんまあ、マヤちゃんになんて思われてるみたいな、まあ、で、リマはえ、怖かったえそうだよね確かに無視したんだっけ、うん、私えそうなんです、私無視されたんですよねえそんなひどい子じゃない違う違う、多分そうだよねあの、なんやけな、キャリーをうん、多分やってて、うん、聞いてたねキャリーこねこねてた、うん、キャリーをあのスーッてて引っ張ってた引っ張っててでなんでそんな荷物多いのっつって笑いながら聞いたら愛想笑いじゃないか人見知りすぎてそうだねだから第一印象はああ、うん、確かにそうでもマジで2人ともほんまに可愛いとあら東京合宿の話ね、うん、私マイカは東京合宿で喋った思いがなかったっけ、うん、そのキャリーのことをふふって言ってるから多分覚えてない、うん、絶対そう絶対そうだから韓国で喋ったんだ、うん、同じ出社になって、うん、そう、それで仲良くなってだんだんとでも第一印象は何だったか忘れちゃった、うん、あ、オカリナ弾いてたのは分かった、うん、そうオカリナ弾いてたのが強いマイカは同じチームだったからうん、でもその前になんかこの子ちょっとオーラがなんかちょっとあってあったよななんかすごい大人っぽいオーラが、うん、本当にそうだった、うん、そう、うん、私はマユカはマジで本当にお金喋らなかったんだよね確かにそうそうそうだから、うん、東京そう韓国来てなんか、うん、今はマジでうかわいいと思ってニコニコ仲良くなりたいって思ったけど喋るじゃん、うんうん、でもねなかなかうまくいかないリマな結構な最初、ね、危ない本当に人見知りだと、うん、みんなが攻めるけど、うん、なんかねなんか独特でさこのガードがあったよな、うんうんうん、だってあの時も悲しく私一人でお弁当食べてさみんなワイワイして仲良くなっちゃった私だけ待ってくれてさじゃあ最後に質問一個だけやって、うん、あそうですね最後の質問、うんうん、うん、何にしようかな最後の締めのむのむさらんげよたんさみだ最後に、最後に、あ最後の質問ですね最後の質問はどうしようかなじゃあこれでいく最近寝坊したあした、うん、オッケーオッケーちょうどちょうど4日前に、うん、3日前にしました出る時間の時に起きた私はしてないおお。でも最近起きてる起きてるやろ今日起きたやろ素晴らしい起きたやろ今日起きたやろ今日も起きたちゃんとアラームの音は聞こえるけど、うん、人の声で起きる、うん、すごいあ、しましたしましたあ、しましたあ、しましたあら、ということで出発の日そうですねはいはい、はいはいね、はい、もうそろそろさよならする時間がやってまいりましたまたいろんなメンバーがまたここに会いに来ると思うので皆さんぜひまた待っててください、はい、以上バイ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 楽しかったよ